という感じでね、昨日の動画の続きでおります。続きでおります。続きでございます。今日ももっちゃんと一緒に動画撮っていくんですけど、昨日カットとかね、鼻毛とか小顔とかいろいろやってもらったんですけど、今日はスタイリングをしていきたいと思います。まずはビフォーアフターじゃないんですけど、これ何もついてない状態、自然乾燥でフードな状態なんですけど、まずは僕がいつもやってるような感じを自分でやってみようかなと思います。こういうのもね、あ、これはついてます。あ、これだけついてます。オッチオットのヘアミルクをつけると多少ね、緑だったりとか爆発しない。そう、爆発しない。まあ爆発するんだけど、俺の髪型は、ね、はい、という感じで、ね、僕のいつもやってるジェルセットを自分でやります。濡らす？あ、そうだ、ね、ちょっと濡らしてもらって、今日はあのドンキジェルじゃないですか。はい、いつもね、僕ドンキホーテのジェル使ってるんですけど、今日いいやつです。なんでロレッタハードゼリーヘアスタイリングっていうものをちょっと使わせてもらおうかな。まあ、いつも通りなんで超早いですよ、僕のセットは。ほいほい、もんで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 後ろからもんでつけて、前は残りカスをちょっとつけて馴染ませていけば、これドンキジェルに近いです。あ、そうなんだ。ちょっと緩いかな。そうだね、なんかもっと水っぽいよね。ドンキで硬すぎるって人は結構容量もデカめです。これでいくらすんの？2000円くらいかな。2000円くらいだよ。そうです。これもドンキにいると思う、いると思う。はい、僕のセット終わり。いいじゃん、終了。ちょっとね、こんな感じで僕いつもラフなんですよ。水濡らして元からかかってるパーマをジェルで固めるっていうの、ウェーブにしてあげる、爆発させないようにしてあげる、はい、そういうパーマかけてます。これはもっちゃんのパーマのおかげでございます。っていう感じで、ね、これが僕のいつもなんですけど、プロにセットしてもらったらパターンをちょっと何個かお送りしたいと思います。はい、っていう感じで、次はね、今ジェルついてまだ固まってない状態なんで、このままちょっとね、プロの美容師にジェルセットしてもらいたいと思います。それじゃあちょっと雰囲気違いのジェルセットで、いつも下ろすパターンだとこんなもんだもんね。そんな長いからね。そやね、普通にこのパターン、このパターンがいいか。適当かいって感じ。私も適当なんですよ。適当だね。フィーリングが合うんですよ。なんかお客さんにも適当で仕上がることしかしないので、あの面倒くさがりの人は合うと思います。うん、でも本当そうだよね。そう、ちゃんとセットしたい人は逆に私じゃない方がいいと思う。僕はもう朝そんな10分20分使ってコテやったりなんかするの苦手なんで、もちろんそれを分かった上でカットとかパーマしてくれるんでマジ楽です。何もしないっしょみたいな。すごいね、9-1分けみたいな。小田切城みたいな。いや、持ったね。持っちゃいましたよ。持ったね。ちょっと若くなり、うん、かけちゃってもいいか。かけちゃってもいい。持ったね。持ったね。両方かけてもいい。こんな感じでね、分け目変えて一気に後ろに流してもらうと、僕ミディアムヘアなんですけど、だいぶ雰囲気変えられるみたいです。こういうのもいいよね、なんかしっかりジャケットスタイルするときとかは。確かに、うん、ね、バサバサしてちゃらくなっちゃう。そういいな。次、さらにウールバッグですよね。ガッツいよね、でもね、ガッツい、雰囲気合わないからね。そうなんだよ。結構ジェルで遊べるもんね。ジェルで遊ぶ、こう濡らしてもさ、うん、復活する。確かに、ジェルつけてないからね、私、うん、溶かしてるみたいな。本当だ、分け目変えるだけでだいぶ雰囲気変わるね。いつもそっち分けしないからな。ウールバック風、はい、だけど、まあ、あんまかぶってるからちょっと緩く固まってないんです、すいません、ちょっとペロペロしてますけど。ウールバック風いいね。あ、すごい。結構なんかセットって難しいっていう人いると思うんですけど、うん、分け目変えたりとかするとなんか解決しちゃったりする。前髪反対にしてみたりとか。確かに分け目反対したらふんわりしたね。いいね、これ夏に知りたかったな。もうね、終わるから。もうまだ暑いからね。やる機会はあるけど、はい、っていう感じでジェルのね、アレンジセット2個もうサクッと教えてもらいました。次は一回流そうか。流します。はい、一回流してきました。次のセット行く前に軽く乾燥させてもらいましょう。
その人は乾燥させるんだよ。さあ、びしょ濡れでタオルで乾かすだけだとジェルつけて捨てちゃう人が多発すると思うので、根元だけ乾かすといいと思います。はい、根元僕は結構毛量が多いんで、濡らしたままタオルドライのジェルで、まあまあまあって感じなんですけど、髪の毛細い人とかね、柔らかい人は根元だけ乾かすといいそうです。でもやっぱ あれだよね、毛先まで乾かすとやりづらいよね。コスパも悪いし、カーデもうまく出せない人が多いし、まあ、濡れてる方はパンは楽し。これもいいかな。タオルドライで、朝だったらね、ご飯食べてたりして乾いちゃうから、うん、いいんだけど。根元だけドライしてもらいました。根元的ドライ。次のじゃあセットはなんだ？今私がハマってる。もっちゃんがハマってる？あ、美容系。絶対見えない。これ読み上げたほうがいいですね。ミリ。ミリって。ミリワックスフォーム。ムース。ムース。ムースみたいなワックス。ムースの、あのベシャベシャじゃないムースって感じ。おメンズでジェルは嫌だけど、グリースも嫌だけど、ワックスだとくっついちゃってうまくいかないんだよねみたいな人とかは、こういうあのワックスムースっていうちょっと説得力の強めのムースが結構便利です。バチバチになりたくないけどみたいな。そうそうそう、なんかベタベタも嫌だしバチバチも嫌なんだけど、ワックスだとちょっと潰れちゃうんだよね、うまくいかないんだよねみたいな人はムース。おすごい。でムース特にそれこそちょっと乾いてないと、ベシャベシャになって全然乾かないとかあるから、まずやっぱこれも揉み込む系、揉み込む系です。超簡単よ。なんかジェルとかよりムラになんなそうだね、うん、ジェルとかさ、なんか塊みたいなさ、ポコってやるとさ、もうここバキンバキンみたいな。そう一日なんか飴みたいな状態になっちゃう。そうだからムースの時もあの1回でつけようとしないで、うん、2回ぐらいに、これ2回目なんですけど、分けてもらうと、こういうあの弱いなんだろう、弱いパーマでも体出やすくなる。強いパーマの人はジェルとかの方が絶対いいんですけど、特別編ね、はい、普段は絶対こいつにはやりません。これあの美容室で、うん、自然に乾かすのを再現する装置になる、いつも使ってるやつだね。そうそうそう、みんな何これ聞いた。濡れてる時の方がカール出ます。濡れてる時の方がカール出るそうです。 A few minutes later. すっごいウェーブ出ます。なんかかかってます。ちゃんとやる。なんかジェルみたいにね、バッチバチなんかつけてますっていうのが嫌な人は、多分こっちのワックスフォームのが好みだよね。ジェルとかでうまく出せない人は、うん、ムース使ってその後にグリースとか、あ、毛先だけ揉めば、これトリートメントハンドクリームみたいなやつなんですけど、うん、ちょっとワックスフォームをつけた後にグリースの代わりにちょっとつけますね。どうしてもやっぱパサつくと思うので、うん、物足りないなって人はジェルとかでもいいんですけど、あ、なんかすっごいなんかウッディな匂いするね、これ。よくない。ベルガモットみたいな感じ。そう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 、なんかイソップみたいな匂いするね、これ。そう、それこそね。ちょうど今日そのイソップの撮影してきたんや。あ、いいね。イソップの、イソップマジ爆が4万ぐらいだったんだけど。やっば、美容オタク。あの美容おばさんなんで。でもすごいね。値段書いてないしさ、まあ、欲しいと思ったら結局買うんで。あ、何買ったん？とオイル、顔のオイルを2つ ?3 つと2つか、うん、と消毒とパックと何だっけ、日焼け止め。あー、すごいよね。美容師やってるにもかかわらず、さらにそこからの美容追求っていうのがプロでございます。自分で使わないとは分かんないんで、うん、職人いっぱいあるけど教えられないもんね。はい、で最近ちょっとツヤありバージョン、こんな感じですね。ワックスフォームで作るミディアムヘアって感じ。セットミディアムセットです。多分ね、ジェル嫌いな人もいると思うんですよ。痛いもんね、お肌に当たったりとかすると、はい、髪質的にはさっき言ったようにちょっとこう隙間が空いちゃう人、細かったり柔らかすぎる人はジェルはもう向かないのか。あ、よりは多分ムースとかの方が好きかもしれない、ね、こっちの方がいいよね多分。ジェルだとしてもなんかこう、これはまあ緩めでたっぷり使える感じなんですけど、うん、なんかちょっとあの硬いジェルとかもあるんですよ。細い人とかはこういう方が多分自分でセットしやすい、ワックスっぽく使えるっていうか、だれてこないから質感がそうそうそうテクスチャーが硬い。緩いとベチョってなっちゃうけど、これ硬いとそのままつけれるから確かに。俺もいつも使ってるドンキのジェル緩いもんだ。ベチャ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 重いんだけど、あれいっぱい使えるとこう緩くなるって感じ、ドンキが。量の濡れてるしね、量の暴力。そう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 、暴力。はい。
はい、っていう感じで、僕とちょっと髪質が違う人もいると思うんで、その方はこういう風なワックスフォームとかオイルつけて自然乾燥でも結構こういうの出るかもしれないですね。ふわふわになります。それからこの硬いジェルで毛先にさっきみたいにオイルとかつければこういう風な濡れ感は出せると思いますので、ぜひ参考になればと思います。はい、っていう感じで今回の動画良かったと思ったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後、締めて。締めらんないんですが、もう個室でしんみりやってるのでこんなおばさんの元によかったら遊びに来てください。はい、本当にね、居心地がいい個室のサロンなので、あとこういうね、ヘアケアアイテムもめっちゃ売ってるもんね。そうで、あとサンプルでこういう風に使ったりとかしてくれるので、そういうのもおすすめなんで、よかったら概要欄に貼っときますんでお願いします。もっちゃんのインスタも貼っときます。こういうの、あの、これだけ相談に来てもいいです。います、呼んでくれていいです。元ちっこいやって言ってくれる。お願いします。そうです。バイバイ。